エアバスヘリコプターズは世界屈指の大手ヘリコプターメーカーである。ユーロコプターはエアバスグループの子会社であり、民間、軍用双方のヘリコプターの製造、サポートを行っている。2001年、世界全体では40%、アメリカ合衆国では30%のヘリコプターのシェアを誇る。1992年に、 フランスのアエロスパシアルとドイツのメッサー・シュミット・ベルコー、ブロームの双方のヘリコプター部門が合併してユーロコプターが設立された。ユーロコプターはメッサー・シュミットやフォッケ・ウルフ、リオレ・オリビエやブレリオの系譜を受け継いだ企業でもある。1995年に初飛行しフライバイ・ワイヤを採用した NH インダストリーズ NH90 の開発に携わり、 フェネストロンを採用した EC135 も開発した。2000年には親会社が合併し、イーズとなったことで、ユーロコプターの株主も一元化され、イーズの完全公会社となった。2014年1月、ブランド戦略のため、エアバスヘリコプターズに社名を変更した。これに先駆け、親会社のイーズも社名をエアバスグループに変更している。今日、 ドイツのドナウベルト、オットブルーン、カッセルとスペインのマドリード、アルバセテとフランスのマリニャーヌ、ラクールヌーブへ7つの工場を保有している。さらに世界中に24社が、子会社として、ユーロコプターと契約している。社法として、機関紙、ロータージャーナルを発行している。日本においては、エアバスヘリコプターズ、ジャパン株式会社が、輸入販売、整備、修理及び改造。 掃除詩、整備士の訓練等を行っている。以前は伊藤中商事が株式の90%を保有するユーロヘリ株式会社が日本におけるユーロコプターの総代理店となっていたが、ユーロコプターが伊藤中商事の保有するユーロヘリの株式90%のうち80%を買取子会社化し、2009年4月1日から社名をユーロコプタージャパンに 2014年1月8日に、現社名に変更した。兵庫県神戸市の神戸空港島に、2012年4月に、整備場と訓練施設の拠点となる格納庫が設置された。製品は全て回転翼機であり、固定翼機などは製造していない。またエアバスヘリコプターズへの社名変更に伴い、生産中の製品名を変更している。 ユーロコプターの機体の中で、旧アエロスパシアルの機体は、メインローターが上から見て時計回りに回転している。一方、米国メーカーは、半時計回りであることが多い。これによって、テールローターが発生している水力の向きも逆になるため、水力を変化させた際のパイロットによるアンチトルク操作が逆になる。よって、機種を転換する場合には、その点において考慮が必要である。 フェネストロン製品の多くには、アビアシオン時代に開発された、ダクテッドファン型のテールローター、フェネストロンが採用されている。これは、一般的なテールローターよりも安全で、効率も高いと同社は主張している。また、騒音が小さいことも、大きなセールスポイントとしている。なお、すでに特許が切れているため他社でも採用されている。フェネストロン以外にも、 騒音対策に力を入れており、2010年にはメインローターのブレード先端を交代させた変形翼とすることで騒音を低減するブルーエッジと呼ばれる技術を開発した。またブレードの後部にあるフラップを動かすことで周期的に発生するヘリ特有の騒音を低減するブルーパルスという対策技術も同時に発表した。ありがとうございます。